3年前に合併して誕生した JA 愛媛みらいが初めてのイベントを新居浜市内で開き、訪れた市民らが地元の農業に親しみました。会場に並ぶ新鮮な白菜やキャベツなどを列を作って買い求める人たち。イオンモール新居浜で開かれた農業祭りです。このイベントは新居浜と西条の JA が合併した JA 愛媛みらいが初めて開催。会場ではパッティングゴルフやトラクターとの撮影会、グルメなどが楽しめるおよそ40のブースが設けられ、訪れた市民らが楽しみながら地元の農業に親しみました。 JA 愛媛みらいは消費者の農業への興味を高め、食の安全を守りながら地産地消の拡大に努めたいとしています。